扉が待ってると伝えて去ったのは不思議なフェアリー。謎色と羽ひらひら見とれてハッとなる。私行かなくちゃ呼ばれてるわ誰に。寂しいならシャーベットを思い出してふとさじが冷たいやばい矛盾が愉快。頑張る時辛い時夢が続くお話が好きだって素敵だわ私今は。ドアの中きっと迷宮で巡り会える恋人でいてなんて言えないのちょっとずつねちょっとずつよ冒険とかしてみましょうそこから「ちょっとずつよ」